私です。イクですけど出ないえ、今来たばっかりですけど、もしかして寝てました？ならよかったです。はい、はい、それじゃあせっかくなので、お言葉に甘えて。お構いなく。ありがとうございます。私も動揺してしまっていて。ゆうなちゃんが？わかりました。伝えておきます。3サイズと体重は教えませんよ。私最近ゆうなちゃんのことを羨ましいなって思うようになって、こんなこと言うとゆうなちゃんは怒るんですけど、ちょこんとしててお人形さんみたいじゃないですか。私は見ての通り女子としては大きい方ですからね。憧れとでも言うんでしょうか。大きいってどこ見て言ってるんですか。うち、そのイメージで誰よりも高い打点から打ち下ろすスパイク、それが私の武器ですから。それははるくんがだからはるくんはどんな子が好きなんだろうって思ったら、急に自信がなくなっちゃったんですよ。
だって千里様は美人だし、とまりちゃんは可愛いし、しずるちゃんだって、ゆなちゃんだって。そう考えたら、はるくんの周り、美人と可愛い子しかいないじゃないですか。それはまあ嬉しいですけど、ハルくんを信じてないわけじゃありません。でも自分と比べると周りがみんな可愛く見えちゃって、だから今日もゆうなちゃんと二人でいるところを見たら急に気持ちが焦っちゃったんです。それはもちろん私だって好きです。そんなこと絶対にありえません。だって私、一昨日よりも昨日、昨日よりも今日って、どんどんハルくんのこと好きになってて、だからきっと明日はもっと、1年後にはもっともっともっと好きになってるに決まってます。信じられませんか？ファーストキス、あ、あの